ドキドキ冒険伊集院島ゲーム。そういういろんなものがね、伊集院島一緒くたになってね、こう名所名跡を作ってるわけですよね。そのこう伊集院島をですね、紹介しつつみんなでですね楽しいスゴロクゲームをやろうという、コーナーです。今まで楽しかったことはほとんどないですね。確か花火物があったと思うので、それをこれです。ペンネーム今田千代。夏の花字大会、夏季限定イベント、エロ妄想力の強い花字師たちがやってきて一斉に妄想を開始。薄着になった女性のシャツの隙間からチラリと見えた横パイ、朝の砂浜で見たコンドーム、夕立によるスケブラなど、夏のエロ妄想で次々に火柱のごとく花字を吹き上げる。バーカヤー死ねやーの掛け声は風物詩。違うところから汁を吹くとイベントは中止。このマスに止まったらプレイヤーの中でこいつこの夏もアホほど抜くんだろうなと思う人にポケットティッシュをあげましょう。夏はそういう季節だったよな。俺夏とアラカードでっていうキーワードで伊集院島が2倍に拡張されるぐらいのこといっぱい思い出すもんな。アラカード手に 夜行くとさ、ちょうどよ、まあ、4WDK の車が流行りだした頃っていうのがだいたい俺の高校出たあたりぐらいでさ、でも高校出てもそんなことしてたんだけどさ、夜行くとさ揺れている 4WD の車とかがあるわけですよ。でそうするとさ、うわーと思ってみんな見に行って、だけど見えてる風景はさ 4WD の車じゃん。別にパジェロじゃんか。それ自体なんでもないんだけどさ、もうパジェロが揺れているっていうだけでもうすんごい一つ打ち上げられてたね。でその6人ぐらいのバカが全員でちょっとナイアガラみたいになる感じのね、で一人バカが見に行っちゃってほふく前進で近づいてって、でその 4WD が走り出しちゃったことあるから、ね、でそいつ 4WD にまたがれたんだよ。結局そのまま全然生きてたっていう。そんなことで死んじゃうぞおい。ペンネームめぐみゅう。客観視やトーマス。客観視やトーマス、伊集院島のどこかを走る機関車。夢中でエロゲーをしていたり、ゴミの日にジャンプを拾っていたりすると遠くから汽笛が聞こえ、その音を聞くといつの間にか客観視やトーマスに乗車している。車窓からはさっきまでの自分の姿がはっきり見える。さらに車内には自分の様子を的確に解説している石丸健次郎の声が絶えず流れている。トンネルに入ったかと思うと元の自分に戻っていて機関車の姿はない。このマスに止まったら自分は今こんなゲームをしている場合なのかを今一度見つめ直しましょう。そして結論が出たらそれとは別にゲームをしましょう。あ、客観視やトーマスなたまに来るんだよな。何これっていう。この間も仕事部屋で、まあ、河野くんに全裸で踊ってもらってるところをビデオに撮って、でそれをライブサイケデリコの音に合わせてあれをプロモーションビデオ、なんプロモートもしねえからプロモーションビデオじゃないですよね、ミュージックビデオですよね。でしかもそのミュージックビデオを撮るのに河野くんの踊りにパッションがないっていう理由でそのまま HMV に行って大量の TRF からマイケル・ジャクソンから、スピードも買ったね。
10枚ぐらい DVD 買って河野くんとそれを全部見てこの踊りは使えるとか使えないとかしたら TRF 乗ってる頃調子乗ってんな単にお前ら夏休みで遊んでるだけのハンディカムで撮った映像を合わせただけの踊りの要素ゼロのやつとか出てきて腹立てたりとかしながらまあその河野くんに振り付けをいろいろ施してねで近く行ったり遠く行ったりしながらその素っ裸で踊ってる姿を撮ってパソコンに取り込み編集してる時かな遠くで汽笛が聞こえてきてでいてそのそれに乗ったら前の方のメーテルが俺の前の席にメーテルが座ってて何のためにって言うからそっかっつってそれ以来それのその途中で変な話ハンディカムを新たなやつをもう一回買いたいぐらいのテンションまで上がってたんだけどいや自分を客観視することができてその後何もやる気が起きないしかもマイケル・ジャクソンの DVD も俺スムーズ・クリミナルって曲の DVD がそのプロモーションビデオがすっごい好きでそれ家帰れば絶対あんだよねその仕事部屋じゃなくて家帰ればあんのにもかかわらずこれを河野に全裸でマスターさせたいと思って買いに行ったらちょっと廉価版のやつが出てマイケル・ジャクソンベストみたいな2900円ぐらい出てて後ろにスムーズ・クリミナルって書いてあるから買ったら全然別のマイケル・ジャクソンのスムーズ・クリミナルなんだけど踊りを全部早回しにしちゃったやつで違うからってもう一回買いに行って見た結果河野がムーンウォークができねえとか抜かしやがってあもうちょっと早く来てくんねえかなトーマスお金がいくらあっても足んないトーマスがよかったパソコン買い替えなくてえー続いてペンネーム空に舞い上がれどうしようディズニートランド伊集院島にあるテーマパークパーク内いっぱいにあふれる親の夢自分の夢の大きさにプレッシャーを感じてしまいどうしようどうしようというストレスで、死んでるのか城の中から出られない他の人からディズニートランドの暮らしはどうですかと聞かれるとみんな気楽でいいよとか悪くないよと言うが常に不安パスポートの期限のところにいつか急に切れると書いてあるのも不安を大きくする原因ドブネズミッキーさんの中からおえつがこの祭り泊まったらプレイヤー全員で大丈夫いつかなんとかなると言い合うことで不安を和らげましょうでもマスにこれ書いてあると和らがないですよねどうしようディズニートランドですよだからディズニーランドもどんどん拡張していくんだったらばこれもっと作った方がいいよねランドとシー以外にも裏みたいなもうむしろ陰陰滅滅とするようなやつだってディズニーランドに行くじゃないですかすごい楽しいじゃないですかね。それで一気に東西線乗って帰ってきちゃうじゃないですかでそうするとそのギャップがきついでしょ一旦すっげー楽しくしといてからもっと陰陰滅滅とししたやつ入って東西線乗って帰ってきたらむしろあれよりはいいっていう感じになるじゃないですかあと修学旅行なんかねディズニートランドの方に行かした方がいいですよディズニーランドのあんな甘っちょるもんじゃねえぞ東京みたいなああいう東京を田舎から来て見せるよりはディズニートランドの方を見せておいた方がちゃんと農家を継ごうっていう気になりますからこれは伊集院島以外にも出した方がいいです作った方がいいです実際に、ペンネームクソ坊主平気ガニ一人ぼっちで海岸にいるとどこからともなく現れて微妙な距離を取って止まるカニ甲羅が無表情な人の顔に見える他のカニのように群れで行動することはない近づいても逃げようとはしないが後ろを向くといつの間にかいなくなっている岩場の陰に逃げ込んだ後のカニの甲羅は苦渋に満ちた顔をしているらしい悲しいこのバスに止まったら他のプレイヤーから自分の悪いところを3つ挙げてもらい何食わぬ顔で聞いてみましょう全て終わったら5分間押し入れに入ってもいい
伊集院島、伊集院島自体をね、あのやっぱり大手がすごいお金を出して、あの一つのねテーマパークにしてほしいですよね。いたたまれないようなところですから客の回転もいいですよ。相当新しいテーマパークだと思って入ってきますけども、こりゃいたたまれ、リピーターいねえよ。リピーターいないけども気がついたらまた来てましたっていう人は結構いますよ。じゃあですね、ペンネーム金秋プラス、ヤンデルクイナ。伊集院島にのみ生息する死んだ鳥のような目をした鳥。病んでいる人の後をついてくる。それだけなの。このバスに止まったらプレイヤーは全員立ち上がり、病んでいる度の強い順に一列に並び、ヤンバルクイナの鳴き真似をしながら部屋を10周しましょう。自分に自覚がないから、逆に言うとこういうのがいてくれると、自分に意外に自覚がないじゃないですか、その精神的にかなり今疲れてるみたいなこと。でも振って振り向くと、うわ何倍いるんだよと思えば、あ俺結構来ちゃってんだっていうの分かるんで、そういう目印にもなる鳥ですよね。それもやっぱりいてほしいです、いていいです。ペンネーム、めぐみくるプラス、ロスタイムマシーン。机の引き出しに常備されているタイムマシン、このタイムマシンに乗ると過去の自分が無駄なことに浪費していた時間に行ける。このタイムマシンに乗ると過去に自分が無駄に時間を浪費してた頃にまあ行けるってことでしょうね。もし池袋に行ったらどんな面白いことが起こるんだろうか考えているうちに夕方。巨乳かコスプレか、うん、巨乳なのか、うん、コスプレなのか、ひらめいて人妻。グラビアにマジックで落書き、苦笑いしてから処分などの風景を見られる。しかしそんな様子をわざわざロスタイムマシンに乗ってまでもう一回見ていることが大変無駄な時間というロスタイムパラドックスに気づくから、みんな乗らない。このマスに止まったら今までどれだけ無駄な時間を過ごしてきたのか考えてから、そんな取り戻せない時間のことをうじうじ考えていても仕方がないと思い直し、それよりもこんなゲームを続けるか否かについて考えましょう。ロスタイムマシンな、俺ドラえもんの道具でさ何欲しいかってさ、あ昨日一昨日かな、思ったんだけどさ。まだ思いますよ。ドラえもんの道具で何が欲しいかっていうのは小学生ぐらいの時ずっと思うわけですよ。それでいて中学生ぐらいの時にドラえもんがあればいいみたいな、あともしもボックスがあって、もしもドラえもんがあったらでいいみたいなことを言うことで一旦収束するんですけれども、30代半ばからまた思うようになりますよ。意外に自問って覚えてる。水門みたいなやつで、なんかこう時間の流れを調節できるやつで、こうその昼間とか何もやることなかったりするときに、もうあの呪文を開けてすごい早く進めちゃっておいて、で次にこう楽しいことがちゃんとあるときにみたいなことを考えてんだね、38の夏に。おそらくその無駄な時間を見るためのマシンがロスタイムマシンだと思いますけど。あとどうしましょうかね。ペンネーム人六さんの宴、ダライフ天満宮。これまでしょうもない人生を送ってきた人がしょうもない願掛けをする神社。境内の絵馬には部長がセクハラで訴えられますように、時給があと20円上がりますようにといったセコイが現実的なものから、朝起きたら沢尻エリカが隣で寝てますようにといった現実逃避系のものまで、たくさんのしょうもない願い事が書かれているおみくじは漏れなく末吉。このバスに止まったらプレイヤーは現在持っている俗っぽくてしょうもない願い事を発表してください。ダライフ天満宮いいな、ね、別に御神体とか入ってないんだよねきっとね。
言われもない言われもないし、まあエマも基本的には水星マジックで書いててくださいね、後で拭くからっていう水星マジックで沢尻エリカうんぬんくんぬん書いて、それで誰か来てたまにこうやって拭いてまた売店に戻してくみたいな、ね、ダライフ天満宮に行って帰る時間こそがダライフ天満宮だっていう、そういう素晴らしい教えですよね、ダライフ天満宮。じゃあ続いてはですね、ペンネームジライヤ、ギジロックフェスティバル。モテたい一心でギターを購入するも、女性の前で披露する前に投げ出した童貞。ドラムマニアの腕は確かだが、実際のドラムの前に座ったこともないデブ。モームスに入りたくてボイストレーニングを重ねてきたが、オーディションは書類審査で落ちるブス。AKB48 秋葉原48の振り付けのみが完璧なダンサーなどがバンドを結成して毎年夏に行われる伊集院島最大級にグダグダな野外ライブ このマスに止まったらエアギターをかき鳴らしながら自分の夢をシャウトしましょう。他のプレイヤーは声を揃えて無理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 と声援を送りましょう。今なんかエアギターとかちょっと流行ってるじゃん、深夜番組とか見てるとエアギターとかありますけれども、あのこれでバンドを組んでね、それで行ってでもグッダグダなグッダグダなねバンドを組んでね、一番最初頭のところのザッザッザッごめんこれ飛ばして大丈夫みたいな、そういう感じのバンドですから基本は。じゃあラストもう一個言っときましょうかね。じゃあラストはですね、ラジオネームニワトリボーイ、一人ディスコ。ここで踊っているのは無数の自分、それぞれが自分が部屋で一人部屋に一人でいる時にしていた変な踊りを一心不乱に踊っている。オリラジの武勇伝の真似や未完成のロボットダンス、見よう見まねのブレイクダンス、あややエガちゃんなど踊りは様々お立ち台に立つのはものすげえいい顔をした自分この祭り止まったらみんなの前で創作ダンスを披露しましょう。曲は窓かひろしの無双花です決まってんの曲はガチでも決まってんのね、鉄板でね。一人でリズム取ってる時とかを、そうだね、そのもう一回河野くんで撮ってる、そのアルバイトの河野くんで撮ってるプロモーションビデオが完成っていうかこう再開するとしたら、あの今度は振り付けじゃなくて河野が無意識に踊ってるやつを隠し撮りしてそれで作りたいね、ということで、伊集院島の名所名跡ありましたら郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ力から伊集院島の係まで、もちろんホームページの方を通じても募集をかけております。ドキドキ冒険伊集院島ゲーム。国交がないからね他の島とのこう国交とも領土としてのこう所属してる国もないじゃないですか。その辺に問題があるんですよ ね大人になるってことはこの伊集院島からいろんなところにこう定期便を出したりとかさ、それからあと橋を架けたりということが多分大人になるという作業で、でそうすることでどん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 島の面積も大きくなっていったりとか島のスポットも増えていったりすると思うんですけど、いや何度も架けるんですけど結婚になったりとかするんですよね。その結婚になっちゃって久しい航路がすごいいっぱいあるんですけども、そんなもう伊集院さんの頭の中にある伊集院島、まあ、あの伊集院光のこういろんな局面がいろんな名称になってるわけですよね、おそらくね、この伊集院島のこう名称の紹介とこの伊集院島ゲームっていうゲームを作った時にそこに泊まったら、何をしなければいけないかっていう、だもうあのファミリー向けのゲームなんでね、小学生からね、それから、おじいちゃんまでね、基本的に、性格的にひねくれ曲がってる人だけがですね楽しめるゲームになってますんで、おいじゃあですね今日はですね、ラジオネーム真富士の杖、うつでの小槌。何おちゃぶ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 。アイスクライマーっぽい感じの小槌。これを持ってあなたにゆかりのある場所に行くと、過去にその場所に残した杭がニョキニョキ生えてきます。例えば母校の裏庭に行くと、巨乳で可愛い宮田さんに告った
たが、いやヤンキーの橋本に勇気を出してノーと言ったがなどと書かれた杭が伸びてきますから、うつ手の小槌で早く地面に打ち込みましょう。最後まで出ちゃうとまずいやつが来ますから、でコン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 と打ち込みましょう。放っておくと薬杉みたいになっちゃいますから、その時は取っ手のところについているのみで仏像でも掘って悟りましょう。このバスに止まったら玩具のピコピコハンマーでリズムをつけて自分の頭を叩き、楽しくなってくるまで続けてください。うつでの小槌を持っていくとね、生えてくんだよね。ゼビウスのあの塔みたいなやつが生えてくんのよ。あれ早く叩かないと。で、同時に6本ぐらい生えてくるとかあるから、あれはやばい、あれはやばい。それは、僕あの、クイーンに書いてある文章を読めたら、これは最悪出てもいいかみたいなやつで、で、出かかってるやつを。で、大体そういうやばいやつ、やばいやつはゆっくり伸びてきますから。やばいやつはゆっくり、これうまくバランスで叩かないとダメですからね。あの叩いてる様はちょっとした東京フレンドパークみたいで可愛らしい感じにはなるんですけども、形相は必死ですよ。これが地上に出ちゃったら俺もう生きてけないみたいになっちゃいますから、うつでの小槌、続いてペンネーム、そこで猫がプラス。無視されには無視され役、無視 A。 無視刺されじゃないでしょ、無視されですよ。伊集院島で売られている塗り薬、無視された時に悲しみを止めてくれます。用法は簡単。時と網ってやっぱ可愛いよなと言ってみんなから何の反応も得られなかった時などにすかさず全身に塗りたくります。するとああいう美的感覚のないやつと一緒にされなくて清々したという気持ちになります。また虫除けの効果もあるので周りからそういう虫野郎どもが次第に消えていなくなります。副作用としては目にしみるので涙が止まらない時があります。このマスに止まったら金庫に麦を塗ってください。あー、無視されね、無視されは悶絶しますからね。後で産む時もありますからね、無視されね。そういううまくね、そういうの塗って、あの、生成する。スースーするには、ね、生成しますから、関係ないよ、別に。こっちから喋りたくねえ、みたいな効果ですよね。強がりかな、基本的には強がりですけど、もうこれはもうすごくいいやつです。いい薬です。ペンネーム、陰謀メドゥーサ。ダサンオールスターズ。ダジャレなんだけどね。島でそこそこ人気があるバンド、しかし結成の理由がダサン尽くしで、あいつプレステ持ってるから仲間にしておいた方がいいという理由で入ったギター、姉貴のパンティーを持ってきてくれるベース、親父の車が乗り放題のドラム、やらせてくれるキーボード。逆に彼らがこのバンドに入った理由が先生にボーカルと遊んであげるように頼まれたからというひどい理由。そこそこ人気が出て小銭が入ってくるから解散しないというだけで、友情とか団結とかそういうのは一切ない。デビュー曲は勝手に死んでろって。このマスに止まったら今このゲームをしてくれているみんなが何故に自分と遊んでくれているのかよく考えてみよう。ね、ダサンオールスターズですよ。まあね、変な話、もうそういうね、どのグループだってある程度ダサンオールスターズなんですよ。そういうことで言えばね、ダサンオールスターズのダサンの部分を一気に全部なしにしようと思ったりすると、大友康平さんが一人だったりしますよ。そういうのになってくると、もうグループじゃないんじゃないですかっていう感じにはなってしまうんですよ。それしょうがないことなんですよね。すべての、こう、そのメジャーデビューしてるバンドの、どこかしらにはダサンオールスターズの部分がありますっていう、そういうことなんですよ。ね。もしですよ、どのバンドもね、こうダサンなんてなく、そのバンド活動してるって仮定してみましょうよ。ちょっとおかしな話になってくるんですよ。じゃあなぜ今チェッカーズは、そうチェッカーズは分裂してるんですかみたいなことになってきますからね。ペンネームナボちゃん。ミジメイト。デートスポットのど真ん中やおしゃれなショップの立ち並ぶファッション街のど真ん中にあるアニメショップ。たまたま舞い込んだ街の雰囲気に耐えかねて逃げ込むと、
店内の壁は全面ガラス張りで、外でデートしているカップルがニヤニヤしながら店内を覗いている。商品棚には鏡がついていて、ついうっかり美少女フィギュアに熱中してにやけていると、その自分の顔を見てしまい、さらに惨めな気分になる。店員さんは苦笑いでレジを打ちつつ、大きな声で商品名を復唱。買った商品を袋に入れてくれるが、袋は透明。どうやら惨めな気分を倍化させるためにだけある店のようだ。このマスに泊まったら、ここ数日間の間にとても惨めな気持ちを味わった人は、誰か僕と惨め人になってくださいと宣言してください。次のプレイヤーは普通にゲームを進行してください。ペンネームコンバインワンツースリー、裏切りの Y 字路。この Y 字路に差し掛かると、過去自分が人を裏切った時の記憶が浮かんできて、3メートル先にその時のメンバーの幻が現れます。塾に行くからと一人で右に行く僕と、自転車二人乗りで左を行く戸田くん、関くんを見ていると涙が止まりません。戸田くんと関くんについていくと、警察官から自転車の所有者を尋ねられ、しどろもどろになっている光景が見られるでしょう。僕についていくと、真っ暗な自宅の部屋で、あの自転車は捨ててあった、僕が乗ろうぜと言い出したが、結局乗ったのは戸田くんと関くんだ、あの自転車は捨ててあったと繰り返す僕が見られるでしょう。僕におまわりさんが少し説教してくるだけだから、一緒に左に行った方がいいよと言いたくても、幻だから聞こえない。すごいね。この祭り泊まったら、裏切られの Y 字路のことも考えましょう。あー、またいいのが出ましたね。あの横尾忠則画伯のね、うん、あの Y 字路っていうその画集があるんですけど、これすごい日本中の自分の見て気に入った Y 字路を絵に描いてるんですけど、それが僕は浮かびましたね。こうやって歩いてると急にですよ、急にこうそういうぼやーっと見えてくるわけですよ。ああの時の俺だってダメだって、そこみんなと一緒に左行かなきゃダメだって言っても聞こえない。俺何かな、裏切りの Y 字路な。なんかね、小学校5年ぐらいの時の夏にね、水風船を学校の4階から道路に向かってバンバン投げてたんですよ。でいて、俺自体は実際水風船投げてなくて、俺そういうとこあんまそういうの参加するのに、まあ、悪いことしてる方に加わんないんだから度胸がないって言い方変だけど、でいて俺はその時アストロ球団の漫画を一人で読んでたんだけど、したら下から苦情が来て、んで、こうみんなで職員室に来いみたいことになったんだけど、あの、放送でやってたやつ来いみたいになったんだけど、見てる、全員顔見てるから逃げてもダメだみたいなことになったんだけど、したら、鈴木秀則くんっていう、その時の子、ガキ大将みたいな子が、あの、ケンは、まあ、俺は、その漫画読んでたんだから行かなくていいよって話になって、で、そうかなと思って行かなかったんだけどさ、なんか次の日からさ、ああ、行くべきだったんだなって思う空気ってわかる。なんかこう他のこうその水風船ではない新たなエポックが出てきた時に、うん、なんかこう参加しづらい感じみたいなのが、なのがこうできちゃってて、その昨日こういうことがあったみたいな先生が報告するホームルームの議長が俺なんだよね。それも思い出したわ今。そのわかる？わかるわ俺。なぜなら俺のことだから。ね、ラジオネーム清水水、中堅鉢合わせ校。会いたくないタイミングで知り合いに会ってしまう。そんな時必ずそばに犬の鉢合わせ校がいます。お母さんと洋服を買いに行く時などは必ず周囲に鉢合わせ校がいないかどうか確認しましょう。そうだよ、あれほんと気まずいからね。お母さんと赤札堂でな、もうなんだよね。ケンちゃんこれかっちょいいのあったなんつってるところにさ、まんざらでもないわけ、それまんざらでもなくかっちょいいわけ。あーそうね、部活をサボって地元の友達と遊んでいると、傍らに鉢合わせ校が必ず数分後に通りかかった部活終わりの先輩にボコられます。鉢合わせ
鉢合わせ、あ、その時鉢合わせ校はものすげえ尻尾を振っています駅前にある鉢合わせ校の銅像の前でテレクラの待ち合わせをすると女は来ないで必ずヤクザが来るという伝説もあります鉢合わせんなおい。あ、でもあれもありえるよ。そう テレクラとか出会い掲載とかあの手のやつで、こう、あの、中堅鉢合わせ校の銅像前で待ち合わせすると、女来たと思ったら親戚みたいな。ああ、そうなのみたいな鉢合わせ校。このマスに泊まったら、プレイヤーは今一番会いたくない人の家の前に行って、大きな声で100を数えて帰ってきましょう。誰会いたくねえかなぁ。鉢合わせ校。あ、今会いたくねえ人なぁ。あ、浮かんだけど、本当に会いたくねえか言えねえよ。今すっげえ浮かんだけど、これ絶対無理だわ。ラジオネーム和牛ロースト。ウルトラウマン。この先心の傷になるのではないかというようなショッキングな出来事が起こると突如として登場する巨人。ただ見てるだけ。滞在時間は3分ジャスト。その大きさによってこの出来事がこの先どれぐらい大きなトラウマとなるのかが分かるのみ。このマスに止まったらプレイヤーはその他のプレイヤーに自分のトラウマを披露しましょう。他のプレイヤーは3分間だけきっちり話を聞いてあげてください。この3分の間死後はデュアしか言えません、ね、いやほら俺小学校5年の時にさみたいな、あの親が離婚してさ、でそのまあ親父も3年ぐらいすると新しいお母さん連れてきたんだけどさ、デュアデュアデュア聞いてんのかお前お前聞いてんのかよ、これ結構でかい出来事だぞみたいな。今日いいな、伊集院島ずいぶん拡張されてんな。これ好きだな、これも行こう。ペンネーム俺俺俺です。気まずい金山。伊集院島の隠し金山。高い山、切り立った崖に守られていて、なかなかたどり着く者はいないが、そこには辞めたバイト先に残してきた気まずくてもらいに行けない最終月分のバイト代相当の金が埋まってるという。微妙に埋まってんな金。金すごい微妙な金が、うわー、あれもらいてーもらいてーもらいてーなー。このマスに止まったらプレイヤー全員のそんな取らぬタヌキのバイト代を試算し、一番高いバイト代をバイト先まで、あの丸々くんの家のものですけどと言って取りに行ってきましょう。あるなぁ、金山あるなぁ。バイトってさ、きっかり辞めるバイトもなくはないけどさ、大抵こうサボりが、仮病とかってサボりがひどくなっててさ、最終的にもういいかみたいな、行くに行けなくなってて終わったりとかするじゃん。1、2週間そういう感じで言われたら、こう、その、電話もかかってこなくなって、で、たまにその、近くまで行って見てみると、新しいバイトいたりとかして、これもういけないなと思うんだけど、でもこれ、20日締めってことは、まるまる一月もあんだよな、向こうにと思うけど、もういけないよな、ってのあるもんな。これ、結構あると思うよ。最後にやったスーパーのお肉屋さんも、は、かなりの額あると思うんだよね。かなり嘘ついてたかな。今って振り込みバイトのバイト代ってみんな振り込みいいよな。俺手渡しだったよ。ちゃんとタイムカードみたいなって手渡しだったから、ずーっと悶絶すんだよね。あの3万あればと思うんだよね。あの3万あればと思うんだけど、3万といろいろ言われんだろうな、嫌味とか、その、で、こっちも負い目があんじゃんか、バックレとかやってっから、あの日きつかったみたいなことも言われっからみたいので、まあ泣き寝入るんだよね。そうして金脈は大きくなっていくんだろうね。隠し金山の中の金脈はどんどん大きくなっていくんだろうね。やっぱ時効2年とかなのかね。飲み屋のつけとかあの類と一緒なんじゃない？なんか請求しないと時効2年とか多分あるんだろうから、あの3万いくらも関係ねえけど。ね、もう全然何でもねえけど。ということで、伊集院島の名所をですね、どんどん開発して送ってください。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ字から、ドキドキ冒険伊集院島の係まで、もちろんネットからも受け付けております。ドキドキ冒険伊集院島ゲーム、
のコーナーもきちんとやっときますよ。あのスペシャルウィークの間中断されるとね、メールを書いてくれたりする人の方もテンション下がっちゃいますからね。あのゲームといえば最近ね、ボードゲーム、チケットトゥーライドっていうボードゲームがバンダイかなんか日本語版が出て、結構こう海外で賞を取ってるゲームなんで、でそれがこう日本でも発売されたっつうんでさ、で、まあ、ボードゲーム好きなんで買ってみようかって買って、でこう仲間うち集めてねやったんだけどさ、これがさ基本が電車のゲームなわけ。なんかアメリカにこう電車を、アメリカ大陸に電車を通して、開拓時代の通して、でこう自分の鉄道会社を大きくしていくゲームなわけ。これに後世の渡辺くんを呼んだのが失敗でさ、ゲームと関係ねえ部分のさ、ここを通ってる現在の電車がなんだみたいな話が延々と続いてさ、でこっちがげんなりじゃないですか。そうやってる隙に勝つっていうさ、すごいずるい。こっちに何にも残んないんですよ。ほんでなんかわかんないけど、そのゲームのルールだから、こことここの間にこうなんかこうどことどこの間に路線をきちんと開通させると何点みたいな、こう点数制でこう自分がいっぱいこう鉄道をこう広めていくゲームで、俺たちにとっては単にその鉄道っていうのは別に後付けっていうかさ、その知的戦略のその一つ代名詞としてその鉄道がついてるだけだからさ、あんまそれは知らないのに楽しめるはずだから、楽しんでるのにさ、なんかそこは厳密に言うと1990年代に敷かれた鉄道だから、最初のうちに引くのはあの非常識だみたいな非常識とか関係ねえよそんなの別にあのゲームの上でみたいので、まああんなに面白いのに二度とやらないゲームに選ばれちゃいました世界各国でボードゲーム大賞取ってんだぜ。それを高性能渡辺くんの電車知識のね、あの濁流によってですね、全てやられてしまいましたわ。で、まあ、このゲームはですね、知的戦略っていうよりもですね、なんとなくね仲間内でね、あのトークをしながらワイワイ盛り上がるためだけのゲームです。伊集院島という架空の伊集院光さんの頭の中にある島を冒険してですね、みんなで楽しく投稿しましょうということで、伊集院島はの一部とかは一生入れないってことがあると思います。存在はしてんだけれども、多分そのね、西野半島っていうあたりは、マネージャー、元マネージャー、西野半島のあたりは全く入ることはできませんからね、おそらくね。でその横に元マネージャー古谷島ってなんですけど、そこは気軽に行けます。あんま覚えてねえけど、行き方あんま覚えてねえけど、なんかすごく覚えてるのは、なんかみんなで日米野球見に行って、うわすげえなこの選手みたいな話をみんなで延々と盛り上がってたら、あそうだそうだそうだ、あの伊集院さん僕おととい野球やめましたって、あいやおととい、いつもだ伊集院さん、おととい俺事務所辞めましたっていう告白を急にしてきて、で全員がんじゃあなんでお前ここにいるんだみたいななったのが多分最後にあった感じかな。それが、古谷さんっていう、まあ、懐かしい名前なんですけど、最近マネージャーの小林くん、現役マネージャーの小林くんもあんま見ませんよ。なんかわかりませんけど、あの だいたいこうあの TBS とか来たんですけれども、多分あの僕と今林家一平くんのマネージャーなんですけど、今一平バブルがちょっと来てるんですよ。あの東京12チャンネルあたりから一平バブルが来てるんで、多分一平に大忙しだと思うんですけども、あのあ小林くんもし聞いてても、僕はあなたのお母さんの飼ってるシーズとかは預かりませんからね。あの頃の支配関係みたいなのがどうかしてただけですから、僕は一切ペットを預からないタレントで、10年前のあの、マネージャーのペットがかわいそうだから預かってあげようみたいな青年は死んだらしいですよ。大きな心の傷とともに、ほんじゃですね、行きましょう。まずはペンネームネズミのシルエット。人面天狗猿。伊集院島で時たま見られる猿、顔が自分そっくりだが天狗猿なのでものすごく鼻が高い。とても利口で言葉も話す。その内容は、女にはもう飽きた、いやもしも俺がサッカーの柳沢だったら、あそこでは楽にゴール決めてたね。熊田陽子はセフレとしてなら付き合いたいなど、穴があったら入りたい自分の天狗発言ばかり。人面天狗猿は全く凶暴ではないが、伊集院島の住民はこの猿に遭遇すると傷つくのが怖くて一目散に逃げ出すという。このマスに止まったらクレラップの筒をゴムで鼻にセッティングしてから、過去自分が天狗になって話した痛いセリフを大声でわめきましょう。あのどっちなんですかね、あの無担保天狗と
無担保天狗と無謀天狗ってあるじゃないですか無担保天狗に関しては子供だったからしょうがないみたいなとこあるわけですよ。自分にしてみたらね、その自分が全然女にモテてないのに熊田曜子はセフレとしてなら付き合いたいとかそりゃいいんですけども、あの多少担保がある方ってあるじゃないですか。バブルなことに気づかないでバブル天狗ですよバブ天はきついですからね。バブ天にあったら逃げるしかないですからね。で今んとこその10年前のテープを聞いてもバブ天宣言はあんま出てないからいいですけど、変なこと言ってたら嫌ですね基本的にね。まあバブ天の怖さはよく知ってますから泣きように泣きように生きてはいるつもりですけどね。ペンネームインゴ 100% 無ダムダム。僕の極めて無駄などうしようもない夢が溜まっているダム。エロ関係の夢はピンク、お金の夢は金、残酷な夢は黒、特に夏の夜はピンク色の水で決壊寸前だこのマスに泊まったら彼女と花火大会に行きたいな行きたいな行きたいなと隣のプレイヤーにいい加減にしろって言われるまで言い続けてください言われんの覚悟でテンション上げなきゃいけないの。彼女と花火大会行きたいな行きたいな隣の人のこうダムの防波堤のギリのとこまでは言わなきゃいけない。このゲーム楽しくねこのゲーム 100% 楽しくねえんだよな。あでもムダムダムの色と傘みたいなものありますよね。その時々の色と傘みたいなものをこうやっていくとちょっと面白いでしょうね。エロ関係がピンクでしょ、ね、でいて、お金の夢が金ですよね。残酷な夢が黒なわけですよね。そうやって考えていくとだ、なんかこうホストになって女に貢がせて最後は捨てちゃおうみたいな夢を携えているとドス黒金みたいなドス黒金ピンクみたいな色になったりとかするわけですね。あ、ちょその色の兼ね合い考えるの面白そうだな、ペンネームそこで猫が移住院島において自分と、あごめんなさい、場所の名前カエレスコール移住院島で自分と周りの気圧の差があまりにも激しくなった時突然始まる暴風、それがカエレスコール。僕的には一切予兆を感じていなかったが、どうやら随分前からおかしな雲行きになっていたらしい激しいカエレスコールを浴びると立っているのも難しいし、この雨は降っても地固まらない、あれなやつあれなやつだなという評判は復旧しない。カエレスコールが過ぎ去った後も雨がポツポツと思ったら俺の涙かこのマスに止まったら過去自分がカエレコールをされた時のことを話しましょう。他のプレイヤーたちはそれを聞いて大きくうなずきましょうカエレコールあると思うけどな。なんかこう中学校の時にこうちょっとブームだったんだけどさ、制服をやめて自由服にするみたいな、ああいうのを生徒会の方から盛り上げて学校の規則を変えるみたいなのがちょっとブームでさ、でなんかそういうのを言うわけで、こっちからしてみたらさ迷惑な話じゃん。自由服なんて、制服なんてみんな同じ色で女形なのにもかかわらず着こなせてないんだぜ、テッカテカでね。そこがフリーダムになった時だよ。どんだけノーセンスブサイクの嵐が吹き荒れるんだって話じゃんこっちは。だから徹底的にそれをさ、生徒なんかそんな後先のこと考えない、みんな盛り上がってんのよさ、なんかこっち側からそれに冷や水ぶっかけるようなことを言うじゃん。でいてまた理屈バカのダメなところはさ、自分の理屈がうまくこう完成したと思った時にさ、ちょっとテンション上がるんだよね。で上から言うんだよねちょっとね。それは今の俺はわかるけど、当時のタイムマシン乗って当時の俺にはダメダメ、そこでヒートアップしないで下からと思うんだけど、これ構成の渡辺くんもわかるよね。理屈バカって理屈通った時になんだかわかんないけど上から言っちゃうんだよね。こら愚民どもみたいな空気出すじゃない突然降り出すよねカエルスコールね、どっしゃー目が開かない目が開かないみたいなやつがどっしゃーってくんだよね。ふぅそうなんだよ
な、気象予報士から言わせればですよ、あれ伊集院方面ちょっとこれ雲行き怪しいぞと相当な変な風吹いてんぞって分かるんだけど、そんな時はね全然分かんないんですよね。ペンネーム寺に泊めてもらう。オリックスブレーブス。破壊力抜群の打線を誇るプロ野球チーム。私10億円積まれてもこいつとはやらないと急に宣言するブス。ただでさえキモいんだから服ぐらいちゃんとすればと頼んでいないアドバイスをくれるブス。お前に惚れられる女かわいそうとすごい上から言うブスなど、破壊力のあるクリーンアップはもちろん、勝手にミニスカートを履いて電車に乗ってトイメンの俺を見るや否や怖い顔で膝上にカバンを置くブス。ブスなのにお釣りを手の上に落下させるブスレジなど小技も効いている。対戦したら警報間違いなし。このマスに止まったらブスに無礼な振る舞いをされた経験を思い出し、そのひどさはオリックスブレーブスの強力打線で言うとどの選手級の扱いであったかをディスカッションして決めましょう。あの仕事場の前の、コンビニエンスにまた新たなのが入りましてね、まあオリックス、今オリックスバファローズ、その前はオリックスブルーウェーブ、その前が一瞬だけオリックスブレーブスなんですけど、まあねブーマーですよね。下打ちすんだぜ、下打ち聞こえるように。まああのね、特に領収書をくださいに対して本気で来んなよ。でこれが聞きたくていらなくても領収書もらっちゃう。もう最初にまたね発見したのはね、このヒットマンの河野くんなんですけどね、びっくりしますよ本当に。なん別にこれはね綺麗綺麗じゃないの問題じゃないんですよ。あれがさ綺麗な人だったらさ、まださキスの音と勘違いしていこうぜ俺たち、それでドンマイにすることもできるけれどもさ、なんでだよ、なんで俺がそのスパイシーチキンはないんですかって聞いただけで、見るだけじゃないんですか。だからこれが分かんない。ブーマーウェルズいるんですよね。あ、ちょっと年いってるから門田の可能性もありますね、あいつね。不惑のホームラン王の可能性もありますからね。でもあのねコンビニは揃ってますよね、石峰、門田、ブーマー、藤井ね、それから高橋悟ね、でかこと、あの辺が揃ってんですよ。でまたね、あの細かい嫌がらせもいっぱいありますからね、多分ふくらもいると思いますよ探せば。相当なもんですね。ペンネーム甚六さんの宴プラス。夏の妄想野球選手権大会。伊集院島の高校の野球愛好会による机上の空論野球大会。野球漫画やシューベだけで得た知識をもとに、サッカー部の森谷って足速いじゃん、一番打たせてみね、柔道部の山下7番あたりに置いたら一発打ちそうじゃね、美術部の福森器用だからナックルとか覚えねえかな、など空調の効いた視聴覚室あたりでうだうだと理想論ばかりを並べ立てる。飽きたら終了、プロ野球チップスを買って帰れ。このマスに止まったらプレイヤーは済美高校の面白効果を熱唱してください。やればできるか、魔法の合言葉。魔法の合言葉なんだけどな、本当にな。やればできるが今やらないでおなじみのね。気がつけ弱い42でおなじみの済美高校の。じゃあですね、ラスト行こうかな、あと2枚ぐらい行こうかな。ラジオネームアブラザル。旧約聖書。著者は小4の頃の自分で、まだ見ぬ女性器やまだ見ぬ女性器の想像図や隠語の間違った解釈が事細かに記された書物。このマスに止まったら新約聖書に掲載するために今現在の知識を総動員して女性器図を書き下ろしましょう。他のプレイヤーはたとえそれが本物とは似ても似つかぬものだったとしてもスルー。でも今となっては見たいね、やっぱタイムマシーンでさ、もう一回さその何そのまあ
ビデオは存在しないことになってるか、海外旅行に行った時にたまたま見たね、その国では合法なビデオで見ちゃったものとかを一回見ちゃうとさ、もうあの頃のものは思い出せないからね、書いときゃよかったんだよな、あのな、まあ、書いたりしてたんだよ、チラシの裏に書いたりしてたんだけど、あれ取っときゃよかったんだよな、閉じときゃよかったな。俺さ今40近くなってさ、楽器とかできたらいいなと思ってできねえんだよ、全然できたらいいなと思うんだけどさ、絶対取っとこうと思うよ、すっげえ嫌がられると思うけど、その楽器が内緒で書いているよくわかんねえ、これ何のつもりで書いてんだろうみたいなやつ全部パウチっこして取っといてやろうと思うんだよな、大爆笑だと思うんだけどな。ラスト、これペンネームなし、花曲がり所伊集院島にある匂いを専門に取り締まる警察署、汗をかいたデブやスカシッペに成功した人、脇がの人が出るたびに出動してはそのことを大行な演技とアクションで指摘した挙句爆笑を取って帰る、罰則とかはないが指摘された人はへこむねこの祭り止まったらプレイヤーはものすごい勢いで自分にファブリーズをかけてください。人間は2種類ですよね。うわ臭いって言うと嗅ぎたがる人と向こうにやってくれっていう人の大体2種類だと思うんですけど、いたようなクラスとかでな、なんか臭い臭いって言うとお前に何の得があるのか分かんないんだけど、全員のケツを嗅ぐ人っていたよね、なんかね、こう一人一人のケツを嗅いで誰が臭いのかみたいなことをこいつなんつって何の得があるのお前にと思うんだけど、そういうやついたんだよな。でこれな、小学校な5年ぐらいの時に、後にこう俺なんて正式に呼ぶのか分からない、児童相談所みたいなさ、まあ、子供のケース、俺たちで子供の頃思ってたイメージだと少年院まで行かないんだけど、そういうとこに行っちゃうぐらい悪いというか相当不良で、喧嘩もすごい強くて、まあ俺たちの時代は番長みたいな言葉はないけど、まあその学校で一番喧嘩強いって言われてる Y 君っていう子が、それと同時にうんこ漏らしなのよ。ほいでクラスとかで臭い臭いってなると、まず花曲がり症の、まあ、トッサンっていうのが大体出てきて、誰が臭い誰が臭いって言うんだけど、その Y 君は堂々と書いてみろって言うんだけど、大体1週間のうちの7割ぐらいの時間はうんこがズボンの中に一度入ってる人でさ、ほいでこうそのトッサンこう嗅ぐんだけどさ、そりゃさ気のうんこが入ってるわけだからさ、臭いに決まってんだけどさ、うん Y 君じゃないって言うんだよね。なんかその何だったんだろうな、あの感じってで、Y 君も堂々と嗅がせるわけですよ。これ完全本当エピソードだから Y 君なんですけどね、あの大げさでも何でもなく、今思い出してもあの変な儀式って何の得があって誰のためにやってたのか、さっぱりですよね。花曲がり症とっさんはこの間また会っただから、あの今度また会うこともできるんで聞いてみることは可能、ということでですね、伊集院島のような名所を書いて送ってください。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力、伊集院島の係までお待ちしております。ドキドキ冒険伊集院島ゲーム、カードゲームブーム、まあほらポケモンゲームとかマジックギャザリングとか、あの類はもう俺おじいちゃんだからあんま覚えらんないのね、複雑なやつ覚えらんないんだけど、あのいわゆるこうドイツのカードゲーム、あの家庭用のウノみたいな、まあウノはドイツじゃねえけど、ウノ、ウノはウノ何語、ウノって神田うののすっぴんがきつい CM ね最近、なんか神田うのが最後なんかちょいすっぴん気味で振り向くきっついなっていう CM、 あ、見せない、じゃあいいやそのドイツのカードゲームブーム来てさ、でそのたまたまラジオ番組、その日曜日のラジオ番組で知り合った人で、そのテレビゲーム業界に勤めてたんだけど、本当に面白いゲームはテレビゲームじゃねえっていう結論になって、高井戸でさ、高井戸でいいんだっけ、あれ高円寺だ、俺高円寺と高井戸の区別がつかねえんだよね未だに。で高円寺と高井戸勘違いして
行ったら会ってたみたいな、そういうそのスゴロク屋っていう、高円寺でスゴロク屋っていうゲームショップをやってるあんちゃんがいて、でたまたま高円寺に用事があったから、あそういやこの辺だったなと思って行ったんだけどさ、でそこでさまたさ、そういう人じゃん、テレビゲーム業界でそれも結構有名ソフトに携わってたような、おそらくこの人テレビゲーム業界で結構な金もらってただろうにっていう人だったりするんだけど、そういう人が趣味でやってるとか趣味の延長でやりたいって店だからさ、かなりこだわっていろんなゲームあってさ、で一個一個のそのドイツ語のゲームのルールブックを自分で訳したものをつけた上に、友達集めてそのプレイを具体的にしている DVD までつけて、日本語のルール説明の DVD とかまでつけて売ってる人で、まあ俺としてはその人を応援したいと思ってこうやって店名まで出してんだけど、でそこで久しぶりですなんて、あ来てくれたんですかみたいな感じで話しててさ、そしたらそのなんか面白いゲームないですかみたいんで、これが面白いんですよって渡されたゲームが一つはね、ゴキブリポーカーっていう、なんかわかんないけど、その害虫をいろんなプレイヤー同士で害虫を押し付け合って、一番たくさん目の前に害虫が繁殖した人が負けっていう、ファミリー向けのドブネズミとかそのゴキブリとかクモとかを人にバンバン押し付けていくゲームで、こう面白くて、でもう一個がヘックメックっていう、まあ、サイコロを使ったゲーム、これも面白くて、ちょっと俺の中で今やたらカードゲームブームできてんのと、ああいうのの版権買えないのかな、なんかね、丸パクリのゲームを堂々と出すのは嫌なのね、なんかね。で、こう割とそういうのやってみると、あのゲームはこれのパクリなんだみたいなのもあんだけど、それは堂々出すの嫌だから、儲かんなくて全然いいから、キャラを日本に馴染んだものに変えたいみたいなのはちょっとあったりとかして、まあまあ、ちょっと余談なんだけど、ちょっとね、カードゲームブーム来てるのか、伊集院島なんとかカードゲームなんねえかなと思いながらですね、最近ちょっと過ごしてんですけども、まあなりませんね。基本なりませんね。とにかく僕の頭の中のこう妄想アイランド伊集院島、まあ伊集院光のこのねじくれ曲がった心やですね、トラウマが姿を描いていろんな名所名跡になっているですね、この伊集院島をゲーム化していこうというコーナーです。でまず最初は、ペンネーム宇部長。古傷陣三郎。伊集院島一の名刑事、一見平和に見える集団の中に薄笑いを浮かべながら呼んでないのにやってきて、その話はもういいじゃねえかというようなことを蒸し返します。そういえば昔ホリプロに DK96 というバーチャルアイドルがいましたね。とか精一杯の真似だからここの部分はあんま関係ねえかね。伊集院さん、そういえばシシドルミは今声優やってますとか、いちいち古傷をジンジンさせるようなことを言って、犯人をやや追い詰めては何も解決しないで帰っていくので大変評判は悪い。このマスに止まったら、昔だったら直接聞けなかったようなことを時の力を借りて直接本人に尋ねましょう。田村正和の真似で。できる人とできねえ人いるからね。古傷陣三郎きついよね。もうそのことには触れないようにしようぜ つってみんな丸く収まってですよ。ほんでしばらく暮らしてるのにもかかわらず、ね、お隣との土地の境界線は曖昧ですよみたいな、またそれはもうよしたの一回みたいな、そういうことを言ってくんですよ、陣三郎。怖えな、キャラ。人物もの続けてみようかな。ペンネーム花より大名。激高仮面。友達の輪の中での我慢が限界に達した時に現れる正義のヒーロー。その正体は仲間内の会話に必死に合わせていつも生ぬるい笑顔を絶やさないが、家ではお袋にバリ雑言を浴びせかける人。ひとたび激高仮面に変身すると周りをドン引きさせるのみで超人的な力はなし。結局友達が早手のように去っていき、自分は一人ベンチに座る。このマスに止まったら、学校ではどんなことがあっても必死に合わせてきたが、一度だけ手がつけられないほど激高したことのあるプレイヤーは白覆面とグラサンをつけて株で気が済むまで走ってよい。
構成の渡辺くんとか激高仮面来るタイプでしょ基本的にはね、もうね早手のように現れてですよね、空気を壊して去っていかないですから空気を壊した結果去っていくのは周りの人たちですからね、居場所がないですからね、全然もう自分でもういい加減にしろよみたいなこと言うんだけど怒り慣れてねえじゃん俺ら、ね、怒り慣れてねえからその激高しちゃうんだよね、やや怒るができないから激高仮面になっちゃって周りはドン引きペンネームポップンポップスーパー電書バト伊集院島にいる頭脳明晰な最高級電書バト、足に手紙をつけると運ぶべきか運ばないべきか自分で判断する、不細工の出そうとするラブレターを装着する前にくちばしでつついてボロボロにしたり、受かりそうもない会社に出す履歴書をクソまみれにしたり、大学入試の願書をワンランク下の大学に届けたり、実家に出すぶっきらぼうな金の無心の手紙の最後に母さんいつか恩返しをします、その日まで体に気をつけてと書き加えたり、スーパー電書バトル巣はブス山さんが出そうとしたホリプロスカウトキャラバンの申し込み書でできています。出してねえんだ、出してねえんだ、グッジョブだ。このマスに止まったら過去に出した郵便物の中でこの世から消えていますようにと思うものの話をしてください出さないんだ。そうで、ブス山さんは出してホリプロに見る目がないっていう結論になってますから、そういう意味ですごく平和なんですよスーパー電書バトは、ね、あのさ、だからお袋に金をくれぐらいの手紙をこう出そうとするじゃないですか。でそうすると一旦それを足につけて飛んでいくわけですよ。飛んでて一旦それを地面に置いて開封して読んで、これはねえなとお袋がかわいそうだなと思ったら、羽を一本くちばしでシュッて抜いてインクにちょんちょんってつけて、追伸お母さんお体に気をつけてっていうのをやりますから、鳩がですよ、鳩がやりますよね。これもすごいですよね、大学入試の願書をワンランク下の大学に届けたりするから、この辺もうスーパー電書バトなんで、この願書を届けちゃって果たしていいのかどうかっていうのをちゃんと分かってくれるんで、いい電書バトだな。じゃあですね、動物ペンネームトントントン、何の音マッハバク、伊集院島に住むチーターよりも足が速いバク、ぐっすりと眠っている時の夢どころかちょっとブルーになったぐらいで駆けつけて、嫌な気持ち程度のものをモリモリ食ってくる、寝る前の思い出し後悔とかもマッハで食う、調子に乗って食わせているとある日突然人前でとしゃるいいバクなんだけどな。このマスに止まったら向こう1ヶ月毎日大和田バクさんにファンレターを出しましょう。それはいいよ別に、それは出さなくていいよ、昼間の番組の感想でしょなんで夕刊キャッチアップの人すんげえ上から喋んのみたいなそういうことでしょ別に多分その大和田爆さんへのファンレターは鳩が途中で捨ててると思いますけどねじゃあラスト、ペンネームドンキュー応援団巨大野菜畑、伊集院島の農村に隠された巨大な野菜の畑、品種改良に改良を重ねた野菜は大きいが形が悪く、苦悩する人の顔に見えなくもない、品種は過去に自分がひどいことをした野菜ばかり、小さい時に僕のピーマン嫌いを心配した母親がしつこく食卓に出してきたために母親の目を盗んでポケットにねじ込み捨てていたピーマン、小学校の時ジャガイモを育てる授業でクラスメートの育てたジャガイモがすくすく伸びているのに強い嫉妬心を覚え、放課後ブリックパックのフルーツ味を根元にぶっかけ続けたら変な病気になったジャガイモ高校生の時に通学路にあった家庭菜園から意味もなく盗んだネギ、一人の夜いたずらに肛門にねじ込んでみた人参と、大きさは両親の呵責度に比例、このマスに泊まったらスーパーに行って心当たりのあるベジタブルに気が済むまで謝りましょうあっかな、野菜関連のやつなんかあっかな、あるような気もするんだよな。
野菜ですごい申し訳ないことをしたっていう、申し訳ないんじゃないんだけど、昔うちの親父と夏そうめん食ってたら、うちの親父がみょうがが欲しいっていうような話をしだして、俺がそのうちの近くの高校の路地のとこ行った生垣の中のところにやたらにみょうがが群生してる家があるよみたいな話あってさ、あそこ多分みょうが生えてるよって言ったら、親父が俺取ってくるわっつって、で俺の感覚ではご近所さんだから言って取るかと思ったんだけど、まあ微妙なのは計画的に生やしてるのかどうかがあんまよくわかんないのよ、下町のみょうがなんつうのは。なのでいて、まあ親父がその生垣からはみ出してる分を4個ぐらい取ったところかな、おまわりさん来たの。おまわりさんに職務質問されて、でその職務質問自体は何やってんのとか覗いてんのって感じだったんだけど、親父はなんかそこでみょうがを盗んでるみたいな感覚に落ちちゃったんだと思うんだよね。別に下町ってそんなの怒らんないから、その家庭菜園の抜いたら怒るよ、だけどそのちょっと表に出てる分とかを取ってる分には怒らんないぐらいの付き合いの家だし、そこは。そしたらその親父、おまわりさんに対して、あの何の容疑で僕に話しかけてんだみたいな感じの、またさ、うちの親父も内向的な人だからさ、真面目なさ、内向的特有の感じになっちゃって、なんか最後家族でおまわりさんにみんな謝ったの覚えてるんだよ、なんかすごくうちの人がみたいな。でけえなこの苗が、すげえでけえよこの苗が。ということでですね、伊集院島ももちろん、ネットを通じての投稿もできますし、おはがき封書でもいただけます。お待ちしております。ドキドキ冒険伊集院島ゲーム、ゲーム何も関係ないんだけどさ、じゃあ言うなよ。テーマソングが始まったところでさ、今朝さ、だいたいこう日曜日から月曜日にかけては原稿の締め切りがあったりするから仕事部屋で過ごすことが多いんだけど、原稿が早く書けたんで、珍しく月曜日なのに自分のこう家で朝を迎えたんですけどね。そしたらなんかね、知らねえおっさんがさ、神さんとさ、こうテーブルの俺の座る席におっさん、いつも座る席におっさん、神さんの席に神さんで向かわせて、朝の9時ぐらいかな、ティーを足しなんですよ、ティーをさね。でしかもそれはさ、20から40ぐらいだったらさ、あー魔男かと思うだけですよ。もし僕が魔男なんて発見した日にはもう相当もう切れますんで、俺見なかったことにするよって外出ますけど、受け止めることなんかできねえからさ俺さ、なんつって、忘れる忘れるっつってさ、表に出てさ、炉端に転がってる石でこめかみをガンガン叩いて、とりあえずその記憶をピンポイントで破壊しますよ。記憶がバンクされてる部分を破壊することにしますけど、60ぐらいのおじさんがいてさ、ほんでさ、なんだろうと思うし、そんなん別に。ほんで朝ガチャッて、自分部屋寝てたの起きてガチャッて9時ぐらい開けたら、それがリビングで行われてるんでさ、で向こうが、あーどうもご主人って言うか、あーどうもなんて言いながら、しばらく無言でこう3人でこうティーを飲みながら、まあ一方的に話す人で、昔文明堂に勤めてたけど定年退職になって、女房にも先立たれちゃってねーなんていう話をしてんだけど、それより先に分かりてえのはなんでそこにいるかなんだけど、文明堂云々は全然よくて、前世紀の文明堂がどれぐらい忙しかったかの話はすごいされたんだけど、ああそうっすか、ああそうねえ、まあでもカステラって言えばやっぱり文明堂ですもんねなんて言いながら、話すしかない、ないし。で、ちょっとこう、まあ、神さんが、これでやっと神さんと見せ合って過ごすかと思ったら、神さんがこう亡くなったんでね。まあ、ちょっと拍子抜けしちゃったなんていう感じのこともあるんだけどね。こう、まあ、もう十分一緒に暮らしたから、あと何かってことはないんだけど、やれ印鑑が見つかんないと思って、神さん探すと神さんは当然いないわけで、はぁ、なんて言いながら、こう、家に、こんなシュールな光景ねえじゃん。で、俺も、いたたまれねえとか、どうしていいかわかんなくて、こう、ちょっとこう、トイレ行くふりして、表出て、その、神さんを、おじさんと神さんは対面だから、おじさんの背中側からちょっと合図すれば、おじさんに気づかれずに神さんは呼べるじゃんか。ちょっと、つって神さんに、これ、廊下呼んで、何あの人何って、あ、友達って、また友達ってなんだよそれさ、
友達の理由がわからねえまま再び文明堂のこう第二次黄金期の第二次黄金期の話なんかを聞かされたりしてね、誰なんでしょうかあの人は一体誰なんでしょうか。さあ、そういうですねドキドキ冒険伊集院島ゲームのコーナーなんですけども、こういう僕がなんか出来事が起こるたびに僕の頭の中の伊集院島にはいろんな名所名跡がすごいできていくわけですよ。その名所名跡を紹介しながら、それがこう伊集院島ゲームになった時にはその祭りとまると何が起こるみたいなのを紹介していくコーナーです。ほんじゃですね、今日ねいっぱいんだよ読みたやつ。一人目がペンネーム浜野です。事実停留所。事実は事実だけど、自分の前では言われたくない、自分は認めたくないことをぼんやりと思い出してみる停留所です。あと1ミリリットルで涙が溢れちゃうところまで来たら。バスが来ます時刻表とかじゃないから、もう俺無理だと思った時にバスが来ますから。この祭り止まったら窓からぼんやり夕日を眺めつつ、受け止めたくはないが事実について考えてみましょう。他のプレイヤーはこいつ限界だなと思ったところでバス来たよと言ってあげましょうあイメージあれだね、あの田舎にある屋根のあるバス停ってあるんじゃない、特に雪国系多いかな、あの屋根のあるバス停なんだけど、別にこう前にあのザバス停みたいなバス停があって、で時刻表は何も書いてないですからね。とりあえずまあな、あの時俺が一番最初に言ったことから盛り上がって、あの不細工な女の子が号泣して手首を切る切らねえって話にはなったんだよなみたいなやつはちゃんとを考えて、どんどん自分の責任だっていうのがきつーくなってきたところで、やっとバスがファーファーンつって向こうから来ますからボロいバスが一周して帰るだけですけど。ペンネーム花より大名、狼童貞。何おちゃく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 ちゃ、侍女が出たぞ渋谷駅で酔っ払った女を解放したらなんだかんだでラブホチョコ B 組の吉江は誰にでもやらせる、もちろん俺もやりましたとエロに関する嘘をついて回り、あの童貞衆の関心を集めてきた少年。しかし今までについてきた嘘のせいで村人全員でヘルスに行った時にも誘われなかった このバスに止まった俺 D 組の吉田と昨日やったぜ、俺が合コン行かない理由だって言ったら必ずやんなきゃなんねえじゃんうぜえじゃんなど見栄を張って嘘やりちんを気取ったことがあるプレイヤーは次女が出たぞーとシャウトし続けてください。他のプレイヤーはそいつを完全に無視してください狼童貞はいたよね。狼童貞ってどこでバレ始めんのかね。最初狼童貞尊敬じゃん、その後無視期は来ると思うんだけど、その後であいつはあいつでしょうがないっていう時期も来るじゃん。童貞って優しいからそういう意味で。でもそうなってもまだ狼童貞続けてたりとか、狼童貞自分がその本当は童貞だってことがバレるのが嫌だから上から物言うじゃん、なんかすお前女は飼ってねえみてえな、でみんな腹の底でお前もコツコツのやりちんじゃん、嘘やりちんじゃんと思ってんだけど、童貞じゃんと思ってんだけど、そこで溝が広がってくると最終的に私もう全員でヘルス行くしかなくねえみたいな話した時にあのあいつ誘うっていいじゃん、あいつやりちんなんだろみたいな、そういうそういう物語ね、そういう物語です。教訓のいっぱい入ったそういう物語ですね。ペンネームシパンゴビール、舌打ちスズメ朝早くあなたの元に飛んできて、あなたに失望している人間の数だけ舌打ちをしてくれるかわいいかわいいスズメ舌打ちを終えた舌打ちスズメは糞を撒き散らしながらあなたを蔑むような目で飛び去っていきます。このマスに止まったら、このマスに止まったプレイヤーは自分に失望しているであろう人の数を頭で数えてください。
これをがっかりポイントと言います。他のプレイヤーは時計回りに一つずつ舌打ちを開始し、がっかりポイントに達したら舌打ちスズメ、お宿はどこじゃの歌声で止めてください。いいですよね。がっかりポイント。がっかりポイント。だからこれはゲーム性を高めるとするならば、頭の中で、自分のことに失望してるやつは何人いるって頭に設定するじゃないですか。10人は10人。そうすると、時計回りで、好きな数だけ下打ちしていいわけですよ。だけど、これに達しちゃったらそいつ負けですから。ね。だから、なるべく負けないようにいいとこで止めていくみたいな。ただ最初のやつがものすごいスピードで、始めちゃった時に、あ、俺思った以上にこのがっかりポイント修正しねえとまじいなっていうことに関してはやっぱり分からなければいけないですね。ゲーム中ゲームみたいなもんですね。ペンネーム福田信弘、ドン引き網。ちょいとした面白いエピソードのつもりで話したら周りの人たちがドン引き。そんな時に沖合はるか遥か彼方までドン引きした人がかかるのがこのドン引き網。おばあちゃんの財布からさ、銭を取ってさのエピソードや、金魚の家の外で飼われてる犬に草を食わせまくってさなどのエピソードを話した後は大量間違いないので、力の限り引かないと一生浜辺で一人ぼっちになります。このバスに泊まったらとりあえず祖母のお墓参りに行き、もう一度もし今ばあちゃんが生きてても俺は金を取るのかについて考えてみることで自分の本性がわかります。はい、ドン引き網ね、本当にやばいですよ。力いっぱい引き戻さないと。いや、主因話の時とかにたまに網のこと心配すると網切れねえかなと思うぐらいみんなドン引いたりする時あるからね。あとはテレビの楽屋。テレビの楽屋でみんなに受けてもらおうと思ってちょっと話したこととかが、まあこう僕どうしてもそういう調子乗っちゃうのかな、構成の渡辺くんやこの番組をリスナーが聞いてくれてる気分で話しちゃうのかなね。そういった時にドン引き網の重さが急に重くなるんですよね。急にすごい重くなったなと思ったら、時の女性タレントの皆さんなんかが周りにいなくなってて僕は浜辺に一人ってことがありますんで、まあ力いっぱい戻すの大変なこと。ドン引き網ほんとほんときついよね。僕が粗大ゴミの中で面白い粗大ゴミがあって持って帰ってくるっていう話をね、島倉千代子さんにね、島倉千代子さんが黒潮に乗ってどんどん離れてったからね、その時ね。気持ち悪いって言った。気持ち悪いって。ね、それもものすごい顔で、うわ、それすっごい気持ち悪いあなたって言われて。あれからもう十何年だね。ラジオネーム静電気恐怖症プラスペンネーム、ぐんまちゃん。ホンダ。おエッセイ。伊集院島を頻繁に走行している7人乗りのミニバン、外見はホンダのオデッセイにそっくりだが、サスペンションとカーサワデーに一工夫あるために非常に酔いやすい。吐くたびに走行距離メーターの下のカウンターが一つ上がる。このマスに止まったら瓶底メガネと知恵の輪を持ってタクシーに乗り、メガネをかけて知恵の輪を解いたら戻りましょう。吐いてもギブアップはできません。知恵の輪が解けるまでタクシーは国道1号をひたすら進みます。ちょっと面白かったのは、サスペンションとカーサワデーに一工夫あるって書いてあるんだけど、何のための一工夫か分かんないんだよね。俺あの話したっけ、あの話ここでしたよな、大下さんの話。俺の家の建築現場に来てたさ、その建築屋のおじさんがさ、ダンプカー乗せてあげるっつってさ、弟乗ってた弟バス用意するからワンワン吐いてさ、大丈夫だ大丈夫だっつって、俺はな大丈夫だよなって強制的に兄貴権限で弟に言い返ったらぐったりしちゃってさ、うん、多分それを機にその大下さんが解雇されたっていう、解雇されたっていうね、面白い話。やっべえ、網引かないと、これ網引かねえとやべえわ。かあ、また腕太くなるわこれ、相当腕太くなる。じゃあですね、ラストかな。ペンネーム根性なし大根。ダブリの森。食玩やガチャポン、トレカなどのダブリが山ほど捨てられた森。森で一番高くて太い木にはびっしりと
ビックリマンの今江のシールが貼ってあってとても美しい。チョコ級のインコはすごくたくさんいるが、本当の生き物はアリピギいない。地面はビックリマンチョコでできてるので歩くとサクサク気持ちがいい。たまに訪れると、俺には一切出せなかったプロ野球カードのそよぎが大量発生していて腰を抜かすことも。持って帰りたいが、捨てられたダブリたちは人間不信になっているのでバットをぶん回して嫌がる。このマスに止まったら体中に今絵を貼りましょう。ビックリマンシールの野球のやつ、なんか若手芸人の間で集めんのすっげえ流行っててさ、なんかみんなで俺だけ仲間外れにしてすごい盛り上がってるわけ。前田が出ねえ、前田が出ねえとかっつって。それでなんか俺とか何やってんのとか言って、うわーって熊の子をチラスを逃げたりするからさ、あんま頭来たら箱返してさ、俺のバットに前田をいっぱい貼ってやって、前田いっぱい書いて打席立って、何すか一応言って、うわ、前田、前田貼ってるこの人みたいなのになってんのがすっげー面白かった。すっげー面白かった。なんかいつもよりなんかバットのブンって音が大きかったからね。はあ、嫌われるわけだよおい。ということで、伊集院島の名所名跡を思いついた人は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ字から伊集院島の係、もちろんホームページのフォームの方からも受け付けてますんでどんどん送ってください。待ってます。ドキドキ冒険伊集院島ゲーム。新しいボードゲームを買ったんですけど、あの一応家族向けっていう風にやっぱり家庭でね、その 4,5 人で楽しむゲームだからやっぱり家庭でやれるゲームってことになってて、ルールも簡単なんですけども、あのプレイヤーはですね、南米帰りの旅行者になってですね、その中の一人がですね、税関職員になるんですよ。それで税関職員に賄賂をつかませながら上手に密輸品を国内に持ち込むゲームらしいんですけど、そんな家族の設定ねえだろうっていう怪しそうなやつ。それもすげえよくできてて、カンカンでできたトランク、旅行用のトランクがあって、その中にこうカードでソンブレロと、それからあとマラカス、それからあと水差し、これが合法品なのね。合法品を入れながらその中にうまく忍ばせて仏像と、それからあと、五金製のタバコね。で、そのあとなんか、密造酒、これをうまく入れてこうやって前に出すわけで、それに対してその間にその税関職員になった人は君開けたまえって言うわけで、ちゃんと書いてあったもんな、君開けたまえって言うんだもんね。お父さんとかがその自分のところのまだあの小学生ぐらいの長男に君開けたまえって言うと、長男は五金製を持ってる場合には、黙ってその机の下から、机の下で下を通してその税関職員にお金を握らせるっていう。で長男、その旅行者は五金製品が見っかった時の罰金といいバランスの賄賂を渡していくと。でその保安官はその下の額がまあ見逃してやってもいいかなっていう、その展開的にいう額になったら、やっぱいいっていう。やっぱいいから通っていいっていうゲームで、あのすごく面白いんですけど、家族でやるのはどうかなっていう、ね。まあ、同じようにこのドキドキ冒険伊集院島ゲームも家族でやるのはどうかな、そして友達とやるのもどうかな、いややるのはどうかなっていうゲームになってますんで、まあすごろく形式のねゲームだというふうに考えてください。この島をめぐるね、早速どんなマスがあるのか紹介していきたいと思います。ペンネーム鬼六、悪ふざけ開票速報。学級委員選挙の時にクラス1のブスッコちゃんとクラス1のデブッコちゃんに投じた1票や、地元の公園の名前募集に投じたアナルヒクヒクパークパーク。ファミレスのお客様の声カードに書いた店長のでかいほくろを取ってくださいなど、悪ふざけで入れた票が投票者の名前入りで晒される電光掲示板。ここに晒される人はガッツ石松や大仁田敦にも一票投じてることが多い。このマスに止まったら、明日からのあなたのあだ名を他のプレイヤーの投票によって決めましょう。オナニーモンキー、クソ地蔵のどちらかです。
まあ悪ふざけ投票っていうのはまあねついやっちゃいがちですけど、伊集院島ってのは真面目なところですから、その投票がある一定のところに溜まったら、一定のところまで行ったら晒されちゃいますから、基本的に昔のやつからね。ただまあ真面目に大仁田敦議員にも、大仁田敦議員って面白いね言葉大仁田敦議員にも投じてる人いますから、この辺のカウントは相当難しいですよね。ただこの人が野村幸男ガッツ石松大仁田敦って全部入れてた場合はちょっとガチじゃねえかなある意味っていう気がしますけどね。ペンネーム福田信弘、ふてねオリンピック2004年夏に伊集院島で開催されたスポーツの祭典。運動神経のない男子たちがマラソン、水泳、バスケット、 100m 走などの種目で大恥をかいた 中高生時代の記憶を鮮明に思い出し、運動神経いいのがそんなにエレーのか、こんなの運動音痴差別じゃねえのかとふて寝を決め込み、その寝っぷりを競うふてくされ度の高い選手にはメダルが授与されます。このマスに止まったら周りのプレイヤーは新聞の折り込みチラシ、ハサミ、セロテープなどを使ってメダルを作り、このマスに止まったプレイヤーに授与しましょう。メダルを授与されたプレイヤーはみんなが帰った後、そのメダルを見ながらふて寝を決め込みましょうテネオリンピックは俺強いと思うな。いつも本当に思ってるもん。なんかあのさ、勉強がさできるやつがさ自慢するとさ、みんな一斉に攻撃するくせにさ、その体育会系の運動会なんてもうね、運動できるやつ自慢じゃんね。鉄道なんか知ってれば知ってるほどちょっとキモいって言われる光景傾向あるよね。アニメとか鉄道とか、そうって考えたら学科それ全部やりゃいいんだよ。体育祭だけじゃなくてな、鉄道祭みたいなまあ俺いいけど俺それ別にそんな興味ねえけど、ペンネーム和風寺の杖、セイロンティー、飲むと自分に酔う成分が含まれており、セイロンをとても言いたくなるお茶。就職なんとか言ってもさ、後継者不足に悩む技能職とかもあるんだから、ニートなんてそういう職業に就くべきなんだよなどぶち上げている間はいいが、酔いが覚めると、家からさえ出ない俺が言うことなのかと、ものすごく渋くて苦い後味に苛まれます。このマスに止まったら、カップ1杯分のお湯で参加者の倍の数のティーバッグを煮出した紅茶をストレートでゴブゴブ飲んでください牛乳や砂糖を入れようとする人は紅茶本来の風味が損なわれるだろうとみんなでなじってください。ねえ、昔はセイロンティー飲んで言うことこそがもう絶対だと思ってたんだけどね。ああ通らねえ通らねえまあそんなもの通るわけがねっつの、ほんとな。なんか別品先生かなんか知んねえけど顔面殴ってやった方がいいんだって絶対最近テレビに出てる西川先生でしたっけ、あの ジョイさん、ジョイさんね、別品先生ってちょっとおかしくね、マゾっぽくね、なんか明らかに人に嫌われることを言うでしょ。なんか月収3000万万ない男とは合コンで言っても話したくねえとか、そういうことを言ってんだけど、俺の読みによるとだよ、おそらくしんすけさんかなんかに飲みの席でヒールは売れるみたいなヒールは需要があるみたいな、そういうことを吹き込まれた結果なんじゃねえのみたいなあのことを思って、昨日そのスポーツ魂の帰りに車があのマネージャーの小林と一緒だったんで、あいつでもあんなにムカつくこと言うことね、マゾかとかね、あの俺だってこの間先生、教えてて番組で一緒になった時に顔面を裏剣で行きたくなったもんみたいな話をしてたら、でもあのホリプロ所属なんであんまりみたいなあいつホリプロなのな、最近むしろ注目あんまりなんで腹が立つっていうよりも、なんだろうこいつ、な罰ゲームみたいな、そういうプレイなのって思う感じになってきて、あのむしろこう叩くとこうちょっとまずいんじゃないか、叩くと思うツボなんじゃねえかっていうぐらい気に障ること言うんだよな。だけどまあ同僚なんでねその同僚なんでね、いい先生です。おそらくブラックジャック並みにオペがうまいと思われ。さあ、もう一個ぐらいいきますかね。じゃあですね。ペンネーム米印。全自動洗濯機。伊集院島でのみ販売されている洗濯機。
スイッチを入れて機械が回り始めたら蓋を開けて中を覗き込んでみましょう。するとたちまちトリップし、かつて自分が失敗したと後悔している人生の選択肢のグッドエンドを見ることができる。学校帰りに猛烈にうんこがしたくなり、家までの耐久レースかのぐそかの選択を迫られたあの日、自宅のトイレを夢見てダッシュ。だが残り300メートルまで近づいたその頃、その時後ろから友人が声をかけてきた。用事があるからと急いでその場から離れようとした途端、付き合い悪いなと言い放ち、放ちつつ友人の蹴りが俺の肛門にクリーンヒットというバッドヘンドのエンドの方ではなく、無難に近くの茂みでのぐそをして帰宅という素晴らしいエンディングを見せてくれる。見終わった頃には洗濯が済んでいるという優れもの。かつて洗濯をミスったがゆえに起こった惨事をグッドエンドに脳内捏造してみんなに語りましょう。ねえ、僕は面白いんですよ。こうなんかぼーっと見ててニコニコしててハッて気がつくと洗濯終わってるっていう、それがすごい好きです。ということで、ドキドキ冒険伊集院島、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ力から、伊集院島の狩りまで、もちろん、番組のホームページの方からもご応募っていうかこう投稿いただけます。ドキドキ冒険伊集院島ゲーム、の投票の方が一応上がりましたんで、まあ、聞きながらよろしかったらちょっと投票してみてくださいって。あとさっきの高等のマサさんからもう一枚ファックス来てさ、授賞式始まって10分ぐらいから入ったから見れなかったって書いてあるんだけど、むしろ良かった、あの殺伐としたあの芸人さんのギャグが完全に裏目に入ったところっていう、もうギャグでもねえよお前っていうあの感じが味わえないで済んだだけでもすごい良かったで感謝ですよ。ということでございましてね、あの高専の渡辺くんの好きはダビスタとかだってもう変だし、種付けなんか当たり前に取れるでしょ、ね、それからあとさ、あれバフン処理台だからもう帰ってきたボト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 うんこしちゃってるから、そうするとそのうんこの処理代取らなきゃいけないし、あとねなんかね大変高価なもんだと思う。俺あんま競馬知らないから、あの競馬ってちょっとした聞きかじりのことしか知んないんだけども、あのなんか騎手が馬の首につけて馬と話せる機会が昔あったんだってなかったの、あそれはなかったのね、それはそうなんだ。 T さんっていうジョッキーの方が開発したとかしないとか聞いたの、あそれは実際にはないのね。じゃあゲームで出そう、ゲームでそれとかも出す可能性がありますから、ゲーム業界の未来は明るいですよ本当にね。そういうゲーム業界の未来に一石投じたい。今続編ブームって言われるじゃないですか、いろんな続編がある中でもう完全オリジナルのゲームですよ、このドキドキ冒険伊集院島ゲームですから。このゲームはですね、基本的にもうやればやるほど楽しくないです。これが、みんなね、そこを発想の転換して、ゲームやると楽しいっていう、そこの固定概念にとらわれちゃってるから、友達とみんなで集まってやればやるほど、本当に嫌な気持ちになるゲームができますんで、しかも形式としては、ほら、スゴログだもんね。ちょっとした桃鉄だとか、ああいうのと同じようなシステムでできますから、ぜひぜひですね。で、ほら、カードができるたびに新しいのまた、ね、ダウンロードで売れるようにするじゃないですか。買いたくないっていう、みんな、これ以上きついカードができたらやれねえって思われるっていう。ほんじゃですね、今日もその伊集院の頭の中にある伊集院島のですね、いろんな名所名跡、これをですね、スゴロフ系のゲームのですね、マスやカードに例えてですね、紹介していきたいと思います。ほんじゃですね、まずはこちらからペンネーム魔法使いと白い黒猫。ボクワーツ魔法学校。伊集院島に存在する魔法使い養成学校、1階にミニストップが入った雑居ビルの3階にあるんです。ずいぶん世知がないところに夢っていうより現実っぽいところにあんだな、おい。授業は生徒が魔法を使ったらどれだけエロいことができるかをひたすらディスカッションする。魔法で姿を消し道行く女性という女性の胸を揉みまくるといった初歩のものから、魔導書でチワワに変身して学校に行き好きな子を舐めるといったといった高等魔法まで、学習範囲は広い。ただひたすら話すだけだけど、このマスに泊まったらゲームをしている部屋が2階か3階だったら、おもむろに立ち上がり I can fly と叫んで窓からダイブしましょう。他のプレイヤーは
全く見なかったふりをしてゲームを続行しましょう。そうですよね。僕は魔法学校ですよね。でも真面目にディスカッションしてないと、先生たちってのは、名打ての魔女や魔法使いですから、すっごいお仕置きが、杖で顔を突かれたりしますから、こすって音がするまで、ね。分身する魔法を使って、片方にバイト行かして、俺寝てるみたいなの言ったりすると、お互い押し付け合うだろ！こすってやられるんで、それすっごい大変ですよ。あとそれこそ秘伝のね、その先生方巧妙の魔法使いですから、こう壺の中でずーっとこうカエルの死骸とかトカゲの尻尾とかああいうものいっぱい似たやつをひしゃくでぶっかけられますから、グツグツね、あちゃ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 ってここ水ぶくれになってますよみたいな。いやただほら先生たちもこの魔法学校出てますからこの魔法学校出てるんでそれぐらいなんです。それぐらいなんです。でその壺の中で似てる液っていうのもそのためだけに似てるやつですから、それがいずれ金になるとかそういうのはあんま知らないですから、ぶっかけた時のにほらシャバシャバだとシャバシャバだとすぐシャバっていっちゃうけど、トローってなるとすげえ熱いじゃん。そういうのはすごい研究してますけどね僕は魔法学校ペンネーム花より大名クラスメンコ、一見昔ながらのメンコ、表にはとてもニコニコしている親友や憧れの女の子の顔があるのだが、ひとたび裏返ってしまうとその人物らの明らかに肝がっている表情、引きずった表情、泣き顔、嘲笑、嘔吐など自分に対しての嫌悪感を表す表情がリアルにプリントされている。このマスに止まったら、このマスに止まったプレイヤーにみんなでもう少し親切にしてあげましょう。だから戦いは普通相手のやつを裏返すと勝ちじゃないですか、メンコは。だからもうお互いが自分が親友だとか自分のことに好意を寄せてくれてると思い込んでる人のメンコをこう表にセットして出しますからめくられたくないっていう、それをめくられちゃうとものすごい沈むっていう、でその沈んだ様を見てめくった側も嬉しくはないっていう、そういうね、ゲームですね。続いてシパンゴビール、逃げたんだもの。あなたが何かから逃げ出した時の言い訳のみが書かれた嫌田光雄先生著の日めくりカレンダーです今やらなくてむしろ正解光雄、木を見て再会するつもり三つお、脳ある鷹は爪を隠す三つお、あの日は自然に沈下しているはず三つお、トイレにこのカレンダーを飾れば不思議とうんこが出なくなります、このマスに止まったらあなたが今最も逃げ出したいことへの逃げた場合の言い訳を書にしたためトイレに飾ってクソをひればいい、ひればいいあー逃げたんだものいっぱいあるなー、そうねー逃げたんだものねー、逃げたんだもの、俺の場合は、トイレに飾ってあるやつが下手すりゃあと30年ぐらい修行期間ってあんだ悲しくなってくるな、この逃げたんだものはな。それは書かれますね。それから、もう一個は、僕の言っていることが正しいんだ。編成部長より。はい。これは本当にまずいです。本当にまずいですから。ラジオネームめぐみくる。世界エアーセックス大会ギターじゃないですよ、エアーセックス大会です大の字の大地くんが優勝するやつですよこれ、伊集院島で1年に1回開催される童貞の童貞による童貞のためのエアーセックスの世界大会、女性などいないにもかかわらずいかに女性とセックスしてるかのようにパフォーマンスできるかを競い合う大会です。
ただの一人エッチとは一線を画し、あくまでもセックスしてるかのようにパフォーマンスしなければなりません。個人、団体、SM、受け身など競技種目も多岐にわたり、大会期間は1ヶ月に及びます。世界トップクラスのパフォーマンスともなれば、ギャラリーに失神した女が見えたと言わしめる。ちなみに日本人では森永卓郎氏の8位が過去最高のランクです。なんで森永この祭り止まったら、理想の初体験を、初体験を、シチュエーションから相手のセリフまで克明に書いて、その紙を伏せてプレイしましょう。トイレとか行けねえじゃんな。まあね、そうですよね、主演とか呼ぶから恥ずかしいですけどね、エアセックスって言えばね、なんかすごいことやってる感じはしますもんね。世界大会びっくりするようなやついるんだろうな。なんかわかんないけどさ、脚立乗っかっちゃったりしてさ、なんであいつ脚立乗ってってんだろう、ものすごい勢いで脚立の上に乗っかってったけどみたいな、脚立に乗ってはうつ伏せにしたりダイブし続けるやつ、ずーっとし続けるやついて、ははーん、そういう形かってみんなが思い浮かぶと点がすごい高いですから。あとさ、相手のセリフを想像させるみたいなこともあるわけじゃないですか。その時のさ、普通の薄のろっぽい感じのやつがさ、その全裸で出てくるわけでしょ。全裸で出てきて、でこう一人芝居みたいになってくわけじゃないですか。なんか、いやー、よせよせ、俺と関係を持って幸せになった女なんか一人もいないんだぜ、バカだなお前みたいなやつを言ってるわけでしょ。すごいな、エアセックス大会すげえ見てー、すげえ見てーよ俺。もうなんかあれだよね、だからすごい、そのトップクラスになってくると失神してる相手は見えるし、つけたコンドームがミチコロンドンなのかどうかすら分かるっていう、おい今ミチコロンドンだよみたいな、相模オリジナルだよみたいなやつが分かったりとかするとこまでいきますからね。じゃあですね、続いてはですね、ペンネーム、本名 OK、 福田信弘。 TV オレラジオ、小中学生時代にラジオ DJ 風に喋ってテープレコーダーに録音した自分がパーソナリティを務める番組が流れ続ける放送局。最初はいい思い出のつもりで聞き始めるが、途中からめちゃくちゃ恥ずかしくなってくる。それもそのはず、この番組の一番の目玉コーナーはイントロクイズで、しかもクイズの答えが全てポケビ、リクエストコーナーでもかかる曲全てポケビと他人に聞かれたら人生おしまいに近い番組内容だから。おまけにノリノリで喋っている最中に部屋のドアがガチャッと開き、ご飯とお袋が登場、自分が待ち切れする場面も完全ノーカットで放送される。このマスに止まったら、ネット上にある聞くに耐えないネットラジオを聞いて、俺だけじゃない、俺だけじゃないと心を安定させましょう。でもね、絶対捨てちゃダメなんだね。俺も絶対何本書くかね。俺家帰ったら相当あると思うんですよね。芸名とかも多分つけてると思うんですよね、おそらくね。で、自分で書いた自分の人生相談に自分で答えたりとかしてるんだよね。なんか友達がいないんですけどどうしましょうみたいなこと書いてんだけど、それに対してすごい上の方からさ、ね、こういう風にすれば友達できるぜみたいなこと言ってるわけですよ。で、また、その時、これってその DJ コントじゃないですか。だからなんかこう、できるぜ口調な、兄貴口調なんだよね。で、友達できるぜって言うんだけどさ、家で一人でそのテープを取ってる段階で、お前にアドバイス権がねえじゃんっていうことなんだけど、まあね、でもね、聴取率は高かったよ。俺にね、俺にすごい聴取率高かったですからね。まあ爆笑の田中くんがね、田中さんが結構持ってる、自分のやつ持ってるらしいんだけど、俺なぁ、捨ててと思うんだよなぁ。あれは取っとくべきだなぁ。ウーチャカ大放送だっけ？ウーチャカ大放送はすげえあるらしいから。俺ってまたさ、これさ、すごい俺にとって痛かったのがさ、小中学生の頃に撮ったっていう俺ラジオになってるんじゃないですか。俺ね、高校どころか、おそらく高校行かなくなっても撮ってると思うんだよね。うん、そういうやつ。結構長きにわたって撮ってたと思うんだよね。で、なんかわかんないけど、こう、もうこんなんと、なんか義務感みたいに出てくるわけ。聞いてんの俺だけなんだけど、俺が俺のために撮って俺で聞くのよ。で、俺クラスの人とかにも聞かせないから、自分で撮って自分で聞いてるだけだから、いいじゃん、やめたければやめれば。なのに、やべえ、もう、さすがに自分も冷静だったら何曜日とはしてないんだけど、もう月1とか月2ぐらいなんだけど、やべえ、もうそろそろだと思って。
で最後は多分ねみんなに悲しいお知らせがあるなんつって、ねこの番組ももうおしまいだみたいな話してんだけど、であの放送禁止用語とかじゃってやべえなんつって、やばくもなんともねえお前のテープだそれはと思うんだけど、あー出てきたらスペシャルウィークに放送してえな、スペシャルウィークにまるまるね。二度と来ないけど、ということで、ドキドキ冒険移住院には、ネットからも結構ですし、はがきとか封書でも結構です。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク移住院から深夜のバカ字から移住院島の係までお待ちしております。ドキドキ冒険移住院島ゲーム、あのね、天敵がポタ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 落ちてるのをね、落ちてるの越しに、病院の窓から街を見てるとね、移住院島に行けるような気がするよ。すごい移住院島へのパスポートもらったっていう感じすんね。まああの移住院光さんの頭の中に存在するというですね、移住院島という島、まああのみんなの中にも多分いろんな島あると思うんですけども、この移住院島をですねみんなで冒険するゲームを作ろうということで、どういうマスがあるのか、移住院島にはどういう名称名跡があるのかをですね、紹介しつつ、そのマスに泊まったら何をしなきゃいけないのかを書いていくコーナーです。じゃあですね、ラジオネーム、丸米真嗣、場所の名前108、移住院島の繁華街にそびえ立つファッションテナントビル、冷やかしに覗いてみるとショーウィンドウにマネキンがディスプレイしてある。しかしどのマネキンもただ服を着て立っているのではなく、どれもが変わった格好をさせられている。ムカつくギャルのマネキンをぶん殴っているマネキン、全裸でセンター街をかっ歩するマネキン、手鏡を使って女子高生のスカートの中を覗こうとしているマネキン等々、ここ108のショーウィンドには渋谷の人混みでクラッと来た時に一瞬頭の中をよぎった煩悩が飾られているのだ。このマスに泊まったら違法性のある煩悩が頭に浮かんだ人はみんなの前でそれを告白してからパッションやらのポーズを胸がへこむまでやりましょう。正気に戻るためにね、ダメだってこれうーんって行くのね、基本的にはね。パッションやらってものすごい売れたらさ、多分あそこから何か職業病になってくだろうな絶対な。パッションさんこれ以上やったら、あ骨が折れて肺に刺さりますよみたいな、そういうね、そうね、渋谷とか慣れないからさ、あ俺もこの間久々にこう病院から帰ってから、何食いてカニ食いてみたいな話をしたら、なんかてめえで買いに行けみたいな話になって、神さんとほんで高島屋、新宿の高島屋がなんか久々行ってさ、高島屋の地下のその食品売り場みたいなところ本当に久々あんなとこ行ったらさ、人酔いするね、人酔いして頭の中でこう浮かぶこととかって違法性のあることを考えるね、なんかねこうなっちゃえばいいのにと思ったりするね。それで高島屋の地下でね、はちみつ二郎くんに会った。で、はちみつ二郎くんに会って、あ伊集院さんでなんかラジオ聞いててくれたらしくて、喉大、まあキッドの流れがあるからそれで聞いたのかもしれないんだけど、要するに僕がその喉が痛くなったんで浅草キッドが急遽代わりをやってくれたから、その流れで聞いたのかもしれないんだけど、なんか大丈夫なんですか声みたいことを言われて、でこう自分はそのあーぐらいしか言えなかったのは、理由は蜂蜜くんって呼んでいいのか二郎くんって呼んでいいのかが分からなくて、なんて言えばいいんだろうと思ってるうちに、蜂蜜二郎くんの方が声が出ないんだなと思って頭を下げていっちゃったっていう、まあ、どうでもいい報告ですけど。続いて、ペンネーム猫の島、がっくりマンチョコ。移住院島で大ヒット中のシール付き歌詞、異常なほどムキになって他人を非難している自分や、こっそり拾ったものを食っている自分、親に向かってわからんちんを言ってでんぐり返ってる自分と、客観的に見たら思わず引いてしまう自分の姿がシールになって入っています。チョコは砂を噛むような味しかしません。このマスに泊まったら他のプレイヤーから過去自分に
自分に対してドン引きした瞬間ってあるって尋ねて、そのシーンを絵に描いてもらいましょう。書いてもらった絵をビッグマシン大に縮小コピーして額に貼りましょう。もうがっくりだもんね。とにかく自分のがっくりする感じのね、シーンをですね、ぜひぜひシールで集めるっていう。ビックリマンシールって俺ちょうど世代が外れてるんだよ。なんかみんな割と燃えるんだけど、俺の時ってあれってビックリマンシールかな。俺のギリ覚えてんのはみんななんかさ、神様のゼウスとかああいうやつ行くでしょ、マジャリンコシールとかで行くでしょ。だからそれは俺知識として知ってるだけで、俺の時はなんかね、画鋲の絵のシールとかが入ってて、いたずらシールみたいなやつ、あれもビックリマンなのかな。あんまこうパッとしなかったイメージなんだよね。今野球のやつとか出てるよね、なんかね。あれもなんかいたずらに集めたらすぐ集まったんで、なんかこうあ、なんかいたずらに集めるもんじゃねえなと思って。いたずらに集まって自分で集まっちゃうと自分も引くし、集めてる人も引くのね、周りのね。続いてペンネームメタボリッカー。一生に一度のビッグウェーブ。伊集院島の海辺にいつか来る大波、この波に乗れさえすればパラダイスまで一直線の大成功間違いなしだが、そう簡単にはいかない。乗り損なって岸壁に叩きつけられたり、ビビっているうちに引いていったり、乗ったと思っても転倒してしまい波に飲まれてしまう。行きたくもなかった参拝島に漂着とうとう。一番ひどいのは本人が気がつかないままとっくの昔に来て去っていたケース。一生に一度のビッグウェーブ、このマスに止まったらアイロン台に乗って波乗り気分を味わいながら自分の過去にあった大チャンスを語りましょう。そして最後に波に飲まれたかのごとく派手にアイロン台から落ちましょう。深いな、年に一度のビッグウェーブね、一生に一度のビッグウェーブね。この波に乗れさえすればパラダイスまで一直線の大成功を間違いなしだが、そう簡単にはいかない。乗り損なって岸壁に叩きつけられたり、ビビってるうちに引いていったり、乗ったと思っても転倒してしまい波に飲まれてしまう。まあ行きたくもなかった参拝島に漂着するっていうケースはこのお笑いブームっていうビッグウェーブの中で何人かが経験していることだと思いますけれどもね。一番ひどい、むごいのは本人が気づかないままとっくの昔に来てたケース。誰だろう一番このビッグウェーブに乗ってあらぬ方向に向かって進んでる人。多分今あれここどこだろうって思ってるのはダンディ君じゃねえかな。ダンディ君もあのビッグウェーブに乗って身を任せてすごいとこまで行ったんだけど、あれ気がついたら俺なんでマックのバイトやめてんだろうみたいな、そういう今すごいなぎのとこに、ものすごいなぎのとこにいると思うもんね。こんなところかな。じゃラスト、ペンネームチョコなしコロネ。同情会。伊集院島で数年に一度行われる会合、友達の集まりや全員強制参加に近いイベントに参加しないどころか声がかかることもなく、会ったことすら知らずに後日何かの拍子に知ってしまい、無性に疎外感を感じた者が集う会合。同情会に集まった者たちは、まあ誘われても行かないよね、いやまああんな奴らとはさ上辺だけの付き合いだからと強がりながら皆で傷を舐め合っているが、次第に互いの不幸の自慢や欠点の叩き合いになりがち。そうなってしまうと同情会にすら呼ばれることがなくなってしまう。このマスに止まったら、止まったプレイヤーを除いてみんなで集まった時の楽しかった話を聞きましょう。そして次回のゲームの際はこのプレイヤーを誘わないでやりましょう。もうここに止まったら最後、次はそわそわしちゃうよね、次の時に。あれ俺きっとやってんだろうな伊集院島ゲームみたいな。伊集院島ゲーム、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク、伊集院光る深夜のバカ力、伊集院島の光までお待ちしております。